はい、どうも、ゆうたです。今回はね、ちょっとタイヤを285に交換したいと思います。今265なんですけど、ここから285にしていきます。まあリアフェンダーは一応純正ではあるんですけど、ちょっと爪折りして、まあ気持ち外に出てるか出てないかぐらいのフェンダーです。まあ一応純正フェンダーです。まあこれぐらいのクリアランスはあるんで、ちょっと入るかどうかなっていう感じです。でフロントはね、この前バリスのに変えたんで、まあ結構余裕あるんじゃないかなと思います。うん、285楽しみです。でお店はね、いつも僕が交換しに来るタイヤフィッターさんです。タイヤはね、こんな感じで段ボールで来ました。段ボールで来たの初めて。で今回履くタイヤはゼスティノさんの、なんかこれグレッチっていうのかな、 07RS28535188。でなぜこちらにしたかっていうと、28535188のサイズを探してたんですけど、あんまりラインナップがないのと、でこちらね、なんと4本で4万してないんですよ。でなぜそんなに安いかっていうのをちょっと教えますと、まあ、ヤフオクとかで検索するときに処分とかっていうワードを入れると、型落ちの新品のものが出てくるんですよ。で今回はね、17年製のそちらのちょっと古いんですけど新品でね、在庫処分みたいな感じで格安で手に入れました。はい、キッズルームがありました。ふぃーん、あ、やばい、脱線しちゃった。あ、お、穴があったので挿入してみたいと思います。お、脱線しちゃったな、ちょっときつかったみたいです。今285入れました。フロントはねこの通りちょっと入ってます。あ、まあ結構パツパツだけども入ってますね。でリアがね出てますね、これ出ちゃってますね、こういう感じ。ただこれやっぱバンプして沈むとやっぱ内側に入ってくんで、まあちょっとかするぐらいかなと思います。ちょっとお家帰ってもうちょっとキャンバーつけようかなと思います。はい、今ねちょっとねやっぱ擦りそうなんで GoPro でね擦るかどうかをちょっと検証してみたいと思います。これで多分落ちないと思うんで、はい、
自分で一応キャンバーを調整しようかなって思ってたんですけど、やっぱ塔が変わっちゃうんで、あのいつもお世話になってるガレージ山郷さんに来て、ちょっとねキャンバーフロントもやってもらって、今いっぱいいっぱいで4度ぐらいかな。で塔はシーズンオフなんで、まあ00で合わせちゃっていいかなっていう感じで、0で合わせてます。でリアが4度ぐらいだったかなに合わせてもらって、こんな感じで結構ちょうどいい面なんじゃない、これいい感じに、いい感じになってます。フロントはね、まあ結構、まあ多少入りましたけど、まあハンドル切ったりもするんで、フロントは。こんな感じです。